戦略変変えれれるるのははいいですね、ジャズは変われるかそうなんよ、だからクレイ・トンプソンが3年間離脱したっていうこの期間はね決して無駄じゃなかった彼がいなくなったことでその上でどうにかして勝たなきゃいけないでもシステムを続けるのはクレイいないと難しいよねっていうだからシンプルなバスケしても得点取れるようになろうよっていうその3年間だったからそれは今に繋がってるよねそこにクレイが戻ってきてジョーダン・プールの成長があって この2通りのバスケを融合させてるのがこの2021-22シーズンのオリアーズで、ね、終わります。お疲れ様でした。<music> <music>